写真拡大。広島2の1阪神、8日、マツダスタジアム。阪神は、広島の大瀬良からのリレーに1得点での敗戦となった。その1得点は、不振を極めた大山の本塁打ということで、明るい兆しと見たいところだが、その後の打席では結果が出なかった。大山に関して言えば、ボール球に手を出すケースが多すぎる。ファーストストライクから振っていく姿勢が顕著だが、そこにファーストボールも混じってくると、当然、結果は出ず、フォームを崩す原因にもなりかねない。ただ、ボール打ちは、阪神の他の選手にも見受けられる。7月28日のヤクルト戦で20得点して以降、大振りになっているようにも感じられる。ストライクを強くコンパクトに振る意識を持ちたい。こうした打線の調子が上がらない中、阪神ベンチの工夫が見られたシーンがあった。1対1で迎えた6回裏、広島の攻撃。西二塁でバッターボックスに菊池涼が向かった。ほぼ同時にそこまで好投の大瀬良が7回の登板に備えて一塁ベンチ前でキャッチボールを始めていた。ここで阪神矢野監督が菊池涼の申告敬遠を告げた。もちろん自打者田中浩司の打順となり、大瀬良はキャッチボールもそこそこにネクストバッターズサークルに入らなければならなかった。阪神はこの回を無失点で切り抜け、直後の7回、サンズ、ボアの連打で無視1、3塁という絶好のチャンスを作った。結果的には得点に結びつけられなかったが、少なくとも7回のマウンドに行く前の大瀬良の準備を阻み、外国人選手が無視から連打したところまでは、阪神ベンチの好プレーと言える。さらにセーフティースクイズその他、何か1点をもぎ取ることができればベンチで勝った試合にできたのだが、そこは今後に期待したい。